夏日です。開けてください。お父様は落ち着きたまえ。今南條先生が見ている。南條先生、お父様は。大往生だ。金蔵さんも心残りはなかっただろう。奥様、どうかしっかり。お父様、こんな突然なんて。同じ死ぬなら、せめて寝込んで1年後に死亡とか。もう少し、しかるべき準備の猶予期間を設けてから死んでほしかったのに。それは逆だ。最後の瞬間までお元気だったことを喜ぶべきです。建前上はそうなるがね。手続き等は私と源次さんでやろう。クラウスさんはまずは親戚の方々に連絡した方がいいでしょうな。私と南條先生にお任せを。旦那様は
まずは奥様とご相談いただくのが良いかと思います。これからはあなたは栄光ある後宮家の当主です。お父様の後を立派に継いだことを内外に示しましょう。この夏日、あなたの妻として棺を並べる日までお仕えする覚悟です。どうかしっかりお父様の残したものを食い荒らそうと目論む輩が大勢いるのですよ。私たちはお父様の名誉と財産を守るために戦わなければなります。それが後宮家当主の最初の仕事ですよ。分かってる、分かっていると。南條先生と源氏はお役所や葬儀業者への手配をお願いします。特に源氏、お父様の葬儀にふさわしいものとなるよう特に手配を頼みますよ。かしこまりました。それから南條先生、お父様は病院でお亡くなりになったわけではないので、場合によっては解剖が入るかもしれませんが。なんとかなりませんか。亡くなったとはいえお父様の大切なお体です。傷をつけるなど耐えられることではありません。気持ちはわかる。だがそういうところをきっちりすることも大切だ。それにそのこう言ってはなんだが、難しい親族の方々が多いんじゃないかね。わかりました。必要最小限にお願いします。間違ってもお父様の威厳が損なわれるようなお姿にしないように。それは大丈夫だ、安心しなさい。とにかく金蔵さんのことはわしらに任せて、夏日さんはクラウスさんのそばにいてあげなさい。これからが大変なんだから。わかっています。あなたもどうかしっかり。親族への連絡は私がします。今だけは休まれてください。これから忙しくなります。今できることを始めましょう。夫はきっとお父様と二人きりで話したいこともあると思います。私たちは一度ここを退出しましょう。そうでございますね。その時間はきっと今しか取れないでしょうから。私はジェシカにも話してきます。今やあの子が次期当主です。それにふさわしい自覚を持つように
よく言い聞かせなくては。待て。はい。待て。はい。お前たちは下へ。私は夫といます。何かあったらここに電話するように。かしこまりました。だから待てと言っている。どうしました、あなた。私は何か失礼なことを口にしてしまいましたか。だったらお許しを。いや、違う。そうじゃない。そうじゃない。少し待て。時間をくれ。ええ、わかっています。心を整理するためにも必要です。私たちはその時間をあなたにあげようと、ここから静かに出ていくだけですよ。だからそれを待てというのだ。いいか。誰もその場から動くな。一歩たりともだ。疲れたなら椅子にでもソファーにでも好きに座ればいい。だから何も喋らずに静かに黙って何もせずにいろ。あなたがお命じになれば、夏日はいくらでも待ちます。とどまります。ですからどうか、お気を沈められてください。違う。そうではないのだ。そうではないのだ。夏日、こっち。はい、あなた、何事ですか？親父に死なれてはまずいのだ。しかし、もうお亡くなりになりました。そういうわけには参りません。そうじゃない。今は、まずいんだ。どういうことですか？親父の財産を担保にしている。相続問題になれば隠しを押せない。担保ですか？いかほど？メロディーランドの時に近藤君を応援したことがあっただろう。あの方とは縁を切れと申し上げたじゃありませんか。私には断ったと言ったはず。どうして？男の義理というものがある。断れなかった。金に余裕があるならいざ知れず、この島のリゾート計画でかなりの借金をされたのではありませんでしたか？ああ、下さん。方々で恩人に世話になったのだ。それらを返済するためにも座しているわけにはいかない。返済するためには金がいる。金を生むためには金がいる。金がなければ始まらない。この島の計画だって企画会社がおかしなことにならなければ順調だったのだ。都の役人とも連携は取れていた。東京都の新しい観光スポットになると知事の太鼓判ももらえていた。
私の根回しは完璧だったのだ。たまたま巡り合わせとタイミングが悪かった。ちょっとした運のすれ違い、事故みたいなものだった。あれは事故なんかではありません。詐欺です。あなたは騙されたのです。初めから彼らはこの島のリゾート計画など描けていなかったのです。そんなことはないぞ。土方君のビジョンは先見性にあふれていた。世界と未来に目を向けた広大な視野は、私が夢だと信じていたものなど猫の額ほどの広さしかないことを教えてくれた。夢が広がる世界に、未来に。夏日も一緒に聞いていただろう。ええ、聞いていました。そしてお帰りになられた後に申し上げたはずです。あの方はうさんくさい、語るのは未来ばかりで地に足がついていない。これ以上お付き合いしてはならないと。土方君は立派な好青年だ。彼の生き様からは学ぶことも多いぞ。彼は若いが尊敬できる。彼のことを侮辱することは許さんぞ。あなたは同じことを月旅行の時にもおっしゃいました。先見性がある、未来がある、夢があると連呼され、その挙句はいかがでしたか。荒唐無稽な話だった。あなた自らがお認めになったではありませんか。私はあの NASA の高官とか名乗るおかしな男が現れた頃から、これは絶対におかしいと確信しておりました。あれはあの外国人が国際的な詐欺師だったに過ぎない。あの件については私も曽根崎氏も被害者だ。彼の先見性は今をもって間違っていない。将来必ず世界の大富豪が宇宙旅行をたしなむ時代が訪れる。そしてその最初の事業を民間一社によって独占されるだ。着眼点は間違っていない。それを利用して世界中の投資家を騙している国際的な詐欺集団がいて、曽根崎という男もその一味だったと申し上げているのです。あなたはどこまでお人よしなのですか。どうしていつもうさんくさい話を疑いもせずに乗ってしまうのですか。訂正しろ。曽根崎氏は優秀な未来ある男だ。うさんくさくなどない。彼の語る夢は未来を先取りしているからこそ、それが見える者には妄想にしか見えんだけだ。女のお前には未来など見えん。ええ、女の私には未来など見えません。でも現在なら見えます。私の目の前、狡猾な二枚舌の詐欺師たちに丸め込まれ、騙されてなお妄信している哀れな夫の姿なら見ることができます。一体お前には金も事業も経済も何も分からん。夫の仕事に口は出すな。妻は家事だけをしてればいい。お前は黙っていろ。
権利書と委任状を預けた。それはどういう意味ですか？つまり後宮家の生殺与奪は金貸したちの手に委ねられていたわけですね。彼らがほんのわずかの気まぐれを起こして突然この家を売り払ったら、私たちは今すぐにも荷物をまとめ出て行かなくてはならないということですね。理屈上はそうだ。だが取引の相手はいずれも社会的信用のある人物ばかりだ。サラ金じゃないぞ。経済人同士の信用取引だ。私も相手を信用している。相手だって私に金を貸すことで私が大きな事業を成功させ、投資した額が大きくなって帰ってくることを信用している。委任状を預けたのは私の誠意と事業の絶対の成功を疑わないからだ。ここで渋ったらどうなる。自分の事業に自分で自信が持てないことになるだろう。お父様は亡くなりました。するとどうなりますか？あなたの借金が白日の元となり、他の兄弟たちに咎められることになるわけですか？それだけでは済まない。多分刑事訴訟にも及ぶだろう。刑事訴訟？どうしてですか？君は知らない方がいい。とにかく絶対にこのことを誰にも知られてはならぬと。私たちはどうなるのですか？心配することはない。君は信じてくれんが、景気は今確実に上向いているんだ。私が都心で投資した不動産価値はみるみる上昇している。今それらを統合して巨大ビジネスタワーを建設する計画が進んでいる。これは私のこれまでの投資の中で最も確実で最も大きな成功をしているものだ。ただそれは身をつけるのにまだ時間をかける。絶対に確実だが、今すぐというわけではないのだ。その事業の成功は借金を返済するに足りるものですか？もちろんだと思う。これまでの借金を全て帳消しにできる。だから信じてくれ。もう少しだけ時間が欲しいんだ。しかしお父様はもうお亡くなりになってしまいました。もうその時間はないのですよ。わかっている、わかっているとも。だからどこかから金を調達して今すぐに借金を返さなくてはならない。とにかく
金が必要なんだ。金が大量に、今すぐ。そうだ、お親父の隠し黄金、10トンの黄金なら200億の価値がある。あれさえあれば、そうそう、あれさえ見つかれば万事は解決する。夏日、あれだ、魔女の碑文だ。あれを解こう、一緒に解こう。黄金さえ見つかれば万事解決なんだ。そうさ、この島のどこかに隠されてるはずなんだ。あれさえあれば、あれさえあれば。一体あなた、やめてください。そうだ、ジェシカにも協力してもらおう。子供の感性でなら解けることもあるかもしれない。今は一家の一大事なんだ。みんなで協力し合わなくてはならない。そうだ、あんなの親父が作った気まぐれな謎々なんだ。解けるはずさ、解けないはずがないんだ。それしかないんだ。ああ夏日、本当に良かった。まだ手は残っていたんだよ。こんなに身近に。この島に黄金はある。それさえあれば万事解決なんだ。夏日、ジェシカを呼ぶんだ。今すぐここに。家族の危機は家族で乗り越えよう。さあ早く、黄金はこの島にある。すぐ身近にあるんだ。いい加減にしてください。そしてどうか冷静になられてください。後ろ宮家の一大事にそんな夢みたいなことを言い出してどうするというのですか。夏日、あなたもよく頭を冷やされて現実的な金策をお考えになってください。私も頭を冷やしてきます。待ってくれ夏日。
変失礼いたしました。奥様、お怪我はございませんか？私は大丈夫です。放っておきなさい。かしこまりました。源氏、お父様の書斎はどうなっていますか？そのままにしております。南條先生は客間におられますが。そうですか。書斎の鍵は持っていますか？はい、ございます。お貸しなさい。しばらく私とお父様の二人きりにするように。もし主人に私のことを聞かれても知らないというのですよ。かしこまりました。愚かな私たちを、どうかお許しください。私と主人はお父様の築き上げてきたものを受け継ぐことができます。罪深く愚かな私たちを、どうかどうかお許しください。そしてもしお許しいただけるならば、どうか愚かな私たちをお導きください。やましいぞ。私は沈黙を尊ぶといつも言っている。またクラウスと喧嘩をしたのか。嫁をいたわらぬとは、クラウスに私の悪いところばかりを受け継ぎよる。お父様、なんというみそぼらしい顔か。顔を洗え。仮にも後宮家次期当主の妻ではないか。そんな情けない面を使用人に見せてはならぬぞ。はい、お父様、失礼しました。当主の座が継承されたと同時に、早速厄介事が起きたようだな。はい、お父様、夫を支えることができませんでした。本当に申し訳ありません。ふん、つくづく後宮家は呪われている。私が当主を継承した時も、それはひどいものだった。お前たちの苦難などまだまだ可愛いものだ。
お父様の苦難の日々はよく存じております。そして戦争が始まった。当時の私はもう生きていくことに疲れ果てていた。戦場で死ねればと願ったが、前線には送られなかった。しかし日に日に戦況が悪化し、本土決戦の時が近づいてきていた。私は不謹慎にもその日が早くやってくることを願っていた。私は魔女と契約を交わし、黄金と狂気の力を与えられた。その日を境に、古き私は死に、狂気の魔力を得た新しき私が誕生したのだ。存じております。そして戦後、お父様は天才的辣腕にて、後宮家を復興させるのです。そうですね。お父様は戦争からお帰りになり、魔女ベアトリーチェを従え、真の意味での後宮家当主となられたのです。そうだ、ベアトリーチェに出会う以前の私は当主と呼ばれるだけの人形に過ぎ、私は黄金の魔女を従えて初めて当主たり得たのだ。お父様、その黄金の魔女は新しき当主である夫クラウスには力を貸してくださらないのでしょうか。貸すであろうな。真に当主を継承したならば。真に継承するとはどういう意味ですか。真の意味で後宮家の当主としての責任と誇りを持てるかどうかということだ。夏日、お前ならば分かっているはず。当主とは血で継承されるものではない。魂と信念によって継承されるのだ。クラウスが我が長男であっても、それがなくては真の当主とは呼べない。そしてそれが心に宿されていたなら、その人間はたとえクラウスでなくとも立派な新しき当主である。黄金の魔女ベアトリーチェはその真の当主に力を貸すである。そうであるな、ベアトリーチェ。わらわこそが後宮家顧問錬金術師、黄金の魔女ベアトリーチェである。わらわは奔放にして自由、
誰の命令も聞かぬ。それを世界でたった一人、私だけが支配した。だからこそ後ろ宮家の当主たり得るのだ。その傲慢さこそが後ろ宮家当主の資格だという。傲慢とはすなわち自信であり勇気である。そしてそれに見合う力を得ようとする飽くなき向上心の表れである。だからこそ私はお前を支配した。傲慢を語る男が、それを実現していく様を見るのは心地よいものだ。苦言実行は強運なる者の言い訳に過ぎぬ。真の王者は持たぬ者さえも語る。そしてその傲慢を確かに実現してみせるのだ。わらわを支配できる者にはその王者の傲慢が必要だ。わかるか、夏日よ。真の王者はあらゆる苦難を恐れぬ。必ず乗り越えられると公言する。その算段がなくともだ。だから弱者は希望を持つ。集い、あがめ、協力を誓う。そこに力が生まれ、有限は実行されるのだ。それを心に刻め。はい、お父様。私は愚かでした。後ろ宮家の一大事に泣き言を言う暇などあるわけもありません。そしてお父様から後ろ宮家を引き継いだ以上、私たちは何があってもその名誉を守り抜きます。ほう、どうやってクラウスの借金を返済するか、その青写真も描けぬのに。今はどうすればいいのか、その方法をまだ見つけることはできません。しかし私の夫は新しき後宮家の当主であり、私はそれを支える妻です。ですから夫に代わり私が宣言します。聞こう。後宮クラウスと夏日は必ずやこの苦難を乗り越え、後宮家の名誉を守ってみせます。お父様にご心配をおかけすることはありません。クラウスの借金の規模と惨憺たる状況については知っておるな。はい、この屋敷さえも明日には立ち退けと命じられても拒めぬという最悪の状況です。遺産分配となれば親族たちに刑事告発さえされるかもしれません。しかし心配には及びません。そうなる前に借金をすべて返済し、名誉を取り戻します。おし、なぜにこやつが我が息子ではなかったのか。
その資質を持つ女を息子がめとったことさえ、これもまたそなたの強運。ベアトリーチ、私の最後の命令だ。当主でないそなたの命令をもはや聞く義理はないぞ。ほう、ならば新しき後ろ宮家当主の命令にしたな。そなたはすでに当主でなく、クラウスは未だ当主ではない。わらわは誰に仕えよというのか。お前にそれを委ねる。後ろ宮家の当主を受け継ぐ資格があるかどうか、そして片翼のわしの紋章を背負うにふさわしいかどうか、お前が確かめるのだ。断るぞ。当主でなき男の命令など聞けぬわ。いや違うぞ。これは遺言である。当主が残したお前への最後の命令である。ならば従わぬわけにはいかぬか。わらわもつくづく付き合いがよい。違うな。ほう、興味を持ったからであろうな。つくづくそなたには隠し事ができんな。夏日。はい、お父様。乗り越えてみよう、この苦難を。後ろ宮家顧問錬金術師、黄金の魔女ベアトリーチ、ここに後ろ宮家の苦難を再び乗り越えるためそなたの力となろうぞ。ありがとう。あなたの力が必要です。私たちは必ずこの苦難を乗り越えます。そのために助力は惜しまぬが、先に断らねばならぬ。かつて金蔵の窮地を救ったように、そなたに再び莫大な黄金を与えれば、この度の苦難は解決することは分かっている。しかしそれはできぬのだ。そうですか。すまんな夏日。ベアトリーチェの黄金は私一代限りという契約なのだ。そしてそれを受け継ぐためには魔女の碑文を解かねばならぬのが取り決め。黄金は碑文にて封じられている。だからそれを解けぬ限りそなたに黄金の魔法は与えられない。わかりました。ならば他の方法でこの窮地を脱する方法を模索しましょう。主人は時間をかけるとは言っていますが、必ず借金は返済できると言っています。そのための時間を得ることができれば、この苦難は乗り越えられます。よいぞ夏日、続けよ。しかし金蔵はもう死んでいるぞ。医者と使用人は葬儀の準備。そなたは親族たちにその連絡だ。そなたは自らその金策の猶予時間を終わらせる宣言をすることになる。自ら刃を下ろす断頭台も愉快なものよ。降りたか、魔力が。夏日、決まったか。わらわに望む奇跡の魔法が。
あなたにもう一度お尋ねします。金策は間違いないのですね。ああ、一年、いやせめて半年あれば必ず実る計画なんだ。しかし今すぐにはどうしても無理なんだ。ならばそれを待ちましょう。しかしお前も言ったぞ、親父はもう死んでしまった。お父様はお亡くなりになどなっていませんよ。まだこうしてご健在であられます。それはどういう意味だね。親父はもう現にそこに。繰り返します。お父様は未だにご健在であられます。ご自身の研究がお忙しいのでこれまで以上に書斎を出ることはできません。ですから私たちはお父様が研究に専念できるように外務をすべて取り行い、お父様に不要なお仕事が及ばないようにしなくてはなりません。つまりそれはこれまでと何ら変わらないということ、理解できていますね、源氏。はい、片翼のわしの家具はこれからも親方様にお使いいたします。熊沢、そして南條先生、私の話は理解できましたね。それでいいのかね、夏日さん。お父様は確かに今日お亡くなりになったかもしれません。しかし今この場にいる私たち全員が信じることでお父様を蘇らせる魔法を使うことができます。無理ですよ奥様。そんないくらなんでも解剖すれば死亡時期を特定される。不審がられることは避けられん。お父様はお亡くなりにならないのですから解剖などされるいわれはありませんよ。お父様は死亡届によってお亡くなりになるのではありません。そうか。失踪届か。そうです。借金が無事に返済でき、お父様にお休みいただける準備が整ったなら、その時にお父様の失踪を宣言します。失踪なら死体がなくても死亡届を出せる。つまり死亡時期を隠せるということだ。どうだ南條先生、これなら何の問題もない。確かにそういうことにはなりますが。それでよいのですか奥様。確かに私たちが黙っていれば親方様がお亡くなりになられたのは秘密にできるかもしれません。ですが、どこでどう間違って誰かに知られないとも。熊沢、声が大きいです。お父様はあちらでお休み中なのですよ。起こしてしまわれるつもりですか？
さあさあ思い出してごらんなさい。そなたがどんな姿をしていたのか、そなたがどんな日々を謳歌していたのか。夏日、先に我が名誉のために断っておくぞ。私は生への執着からそなたにこれをそそのかしたのではない。嘘つきめ、多少は予見していたであろうが、どうだ金蔵、体の方は。悪くはないが、どこか夢の中のよう。重みがないな。この世にとどまることを許されぬ存在が未だとどまっているのだ。多少の不自由は諦めよ。お体は本当に大丈夫なのですか？本当に大丈夫なのですか？むしろ心地よいくらい。これが死後の世界の感覚ならば、幽霊気取りも捨てたものではないぞ。これにてどうか、夏日。金蔵は蘇った。故に葬儀は不要。そなたの苦難はこれにて解決だ。ベアトリーチェ。感謝の言葉はいらぬぞ。支配者は傲慢であればよい。わらわは頼みは聞かぬが、命令には従うのでな。それでも言います。ありがとう。これで主人のために時間が稼げます。あとは私たちの仕事です。しかし夏日、心せよ。確かに金蔵は蘇ったが、それは永遠ではない。我が魔力が続く限りである。反魔法の毒素により魔法は破られてしまうかもしれぬことを心せよ。魔法の断りを正しく理解し、その維持に努めよ。わらわはそなたに奇跡を見せるが、それをつかみとどめるのはそなたの役目だ。無論です。あなたにもらったこの奇跡を私たちは決しておろそかにしません。それで、なるほどな。主と畳は新しい方がいいというのは本当らしい。気に入った。わらわはそなたに使えようぞ。後宮夏日、我こそは後宮家顧問錬金術師、黄金の魔女ベアトリーチ。いつでも我が名を呼ぶがいい。さすれば現れ、わらわはそなたに奇跡を授けるである。ありがとう。私は後宮夏日、あなたを使役し後宮家の名誉を守ります。